七尾市の和倉温泉の旅館では地震後初めて温泉が復活し、宿泊客を癒しています。建物被害も大きかったここ和倉温泉では、断水だけでなく温泉の配管も破損してしまっていました。和倉温泉では地震の影響で22ある旅館への温泉の供給ができなくなっていました。こちらの旅館は源泉に近かったため、先月30日に配管の修理を完了させ、温泉を復活させることができました。旅館では災害復旧の作業員を受け入れていて、この日は輪島市で水道復旧に当たっていた作業員が疲れた体を癒していました。今日一日の疲れが、吹き飛ぶ感じですかね。皆様の笑顔が逆に私たちが元気づけられる。和倉温泉では他の旅館への温泉供給も順次始まっていきます。